今回はですね、ブラックビューが新しいね、タフネススマートフォンを発表しましたので、その情報をね、紹介したいと思います。今回ね、発表になったのは BV6600 というね、ブラックビューのタフネススマートフォン BV シリーズの新しい端末になります。特徴的なところは、ここに書いてありますね。超度級 8580mAh のバッテリーを搭載。半月に1回の充電で OK ということで、まあ、大容量のバッテリーを売りにしている端末になります。で、ちょっとね、下の方を見ていきますと、ここにですね、$100.99 ということで、まあ、価格がまだね、発表にはなっていないんですけれども、2月の22日からワールドプレミアセールが開催されます。はい。それではね、この超度級バッテリーを搭載した BV6600 のスペックをね、簡単に見ていきましょう。バッテリーの方は 8580mAh の大容量のバッテリーを搭載しています。で、このバッテリーはですね、18W の高速充電で充電することができます。タフネススマートフォンなので、ミル規格にも対応していますね。まあ、ミル規格というのはアメリカ軍が物品を調達するときの規格になるんですけれども、その一部に対応しているというものになります。主にね、対衝撃性を表すね、一つの規格で、よくね、スマートフォンの、特にタフネススマートフォンのね、耐久性を表すときに使われてますね。まあ、タフネススマートフォンということで、まあ、防水防塵に対応しているんですけれども、こちらの端末は IP68、IP69K 両方にね、対応しています。サイドにはですね、カスタムキーを搭載していますね。これはね、タフネススマートフォンではよくある機能ですけれども、この端末にもしっかり対応しています。指紋認証センサーは、電源ボタンと兼用ですね、サイド指紋認証センサーになっています。ディスプレイの方は 5.7 インチの HD プラスです。ラムは 4GB、ストレージは 64GB ですね。SoC はヘリオの A25 になっています。で、先ほどのラムとストレージの容量を見ても、でね、ヘリオの A25 ということなので、基本的にはですね、ローエンドスマートフォンになりますね。だからローエンドのタフネススマートフォンということになります。カメラの方はですね、1600万画素のトリプルカメラです。インカメラはね、ソニーセンサーの800万画素のカメラを搭載しています。NFC も搭載しています。あとね、タフネススマートフォンには嬉しいですね。GPS、グロナスね、ベイドゥ、ガリレオ、すべてにね、対応しています。Android は10ですね。ストック Android ということなので、まあ、素の Android ということになりますね。それではですね、公式のね、プロモーションページができていますので、そちらの方もね、合わせて見ていきたいと思います。で、このプロモーションのページがですね、日本語訳するとすごくね、面白い日本語があって、いつもね、結構ワクワクしながらね、まあ見ているんですけれども、今回は、昨今のスマートフォンのスリム化、だが耐久性や連続使用時間に目を背けてはいないか、スマートフォンが必需品となった今、BV6600 のバッテリーが一石を投じる意味とは、水没、落下、衝撃、想定外のトラブルに耐え、貧弱なバッテリーからユーザーを解放する BV6600 ついに登場って。なんかすごいいい日本語ですね、これね。ちょっとここがなんか間違えてるみたいですけど、なかなか文章的にはね、素晴らしいいいね、宣伝文句ではないかなということで、本当にね、この読んだ文章通りではないかなと思います。はい。やっぱりね、一番の売りは、ローエンドのスマートフォンなんですけれども、バッテリーの容量がね、多い 8580mAh ということで、度級かどっぽかってちょっとよくわかんないですけど、ネットワークオフ、連続待機時間792時間ということですね。で、通信しても430時間持つということなんで、18日ぐらい持つということですかね。まあ、ですんで、この端末はやっぱりね、この大容量のバッテリーを、まあ、一番推しているということですね。はい。大きさだけじゃない、タフさが必要だって。これもいいですね。IP68、IP69K、見る規格に対応しているということで、タフネススマートフォンの機能はね、これで全て網羅していることになります。落下、衝撃を耐え抜く構造ということで、メタルフレームをネジで固定ということですね。で、これはタフネススマートフォンでよくありますけれども、まあ見た目にもちょっとね、強そうな感じになるし、実用的にもですね、やっぱりこのね、ビスでしっかり止めてあるというのはいいんじゃないかなと思います。厚みのあるラバーでコーナーを保護ということで、これもですね、タフネススマートフォンはよくありますね。この角打ちをね、防ぐために、角打ちしてね、ディスプレイが壊れてしまうことを防ぐために、ここ結構ね、厚めに、角にね、ゴムを厚めに貼ってあります。バラバラになるリスクを低減するタフなユニボディということで、まあ一体成形ということですね。つなぎ目のない一体成形でできているというものです。安定性と安全性を重視したデュアルバッテリーということで、バッテリー2つ積んでるみたいですね。ここまではね、なかなか日本語がね、しっかりしていますね。徹底した防水対策、比類なき耐久性ということで、これもなんかいいキャッチコピーですね。なかなか今回ブラックビューの日本語素晴らしいですね。リバースチャージ機能を搭載。BV6600 から他のデバイスの充電ができるので、モバイルバッテリーのような使い方も可能ですということですね。日本語があまりにしっかりしていて突っ込みどころがないんですけれども、リバースチャージにも対応しています。限界を突き破れ、安心感を外に、水中でも取れる、天候に作用されないビジネスパートナー、荒れ地に落ちても難なく使えるって、なかなかね、いいですね。これにはいいこと書いてありますね。バッテリーが大きいと落下や衝撃に弱くなるのではということですね。一般的にバッテリーを大きくすると総重量が増加し、落下時の破損リスクが高くなります。そうですよね。エンジニアが設計、構造、素材から徹底的に見直すことで、新世代の対落下性能を実現していますということで、なかなかこの文章もしっかりしているし、確かにそうですね、バッテリーをね、搭載すると重くなりますから、当然ね、自重で落下した時にダメージを負いやすいんですけれども、そういったこともね、しっかり考えられているようですね。なかなか素晴らしい。ここにもね、いいこと書いてありますよ。BV6600 に 8580mAh のバッテリーを搭載した理由はということで、このアイディアは、漫然と出てきたわけではありませんと。ブラックビューコミュニティに寄せられる多くはバッテリーの長寿命化を望む声であり、それに対する一つの答えが BV6600 なのですということでね、ブラックビューはこれからもユーザーの声に耳を傾け続けますと。日本語がもう完璧ですね。やはりですね、タグレスマートフォンにはね、大容量のバッテリーを結構ね、皆さん求めてるということで、なんかオーキテルのね、ページにもそういったこと書いてありましたけれども、やはりね、タグレスマートフォンにプラスしてほしい機能というのはやっぱりね、大容量のバッテリーということなので、それにね、しっかり対応している端末ということになります。こちらの端末はですね、先ほども紹介しましたけれども、2月の22日からプレミアセールということで、$100、$9.99 という価格で販売されるということが、予告をされていますけれども、ということなので、1万円台で購入できるタグレスマートフォンということになります。で、あと合わせてですね、これはもうよくやっていますけれども、プレゼント企画をやっています。ちなみに、1位と言いますかね、当たると、1個。BV6600 が1個もらえるそうです。ちょっとね、もうちょっと予算アップしてもらいたいですよね。で、時計ですね。このスマートウォッチ X5 っていうね、スマートウォッチを、またこれもね、今から紹介しますけれども、これも発表になってるんですが、これをまた1個くれるということなんで、ちょっと少ないですけどね。それでもこれはね、応募は無料なので、SNS でね、情報をシェアすることによって、このエントリー数が増えて当たる可能性も増えますので、YouTube でね、動画を見たり、Facebook で、投稿したりですね、なんか SNS で、シェアすることによってエントリー数が増えます。そうするともしかしたら1個当たるかもしれませんので、これはね、応募は無料なので、とりあえず応募してもいいかもしれません。はい、それではね、先ほどでプレゼント企画のところでも出てきました、新しいね、スマートウォッチも発表になっています。モデルナンバーは X5 というものになります。で、もう画像出てますけれども、非常にデザイン的にかっこいいですよね。それではね、性能もサクッと見ていきましょう。はい。まずは、X5 を気に入る理由ですね。機械的な外観ということで、やっぱりデザイン的にね、ちょっとメカニカルな感じで、非常にこれかっこいいと思いますね。多機能ウォッチフェイスに、最大10日間のバッテリー寿命に IP68 の防水に対応しています。あと、心拍数メーターに睡眠、あと9つのスポーツモードに対応、あと多言語にも対応しているということで、この辺はね、スマートウォッチとしてはね、よくある機能ではないかなと思います。なんか全体的にね、このね、公式のね、プロモーションページが非常におしゃれな出来栄えですね。なかなかこういったところにお金をかけているのでね、いいですよね。機械的外観ということで、結構ね、デザインに凝っているということのようですね。で、亜鉛合金製のケースを備えた X5 は、偶発的な落下に耐える耐久性に優れ、その一方で機械的な外観を備えていますということで、なんか亜鉛合金をね、使っているということで、この辺はね、やっぱりね、そういった金属っぽいものを使っていると、非常に質感が高くなりますので、その辺もね、いいんではないかなと思います。ウォッチフェイスはね、6つあるみたいですね。ここでいろいろね、切り替えができるようです。で、バッテリーの方はね、1回の充電で、約10日間利用できるということですので、やっぱりね、バッテリーの持ちが良くないとなかなかね、スマートウォッチって使わなくなってしまいますので、この辺はね、非常にいいと思います。スマートウォッチですので、こういったね、健康関係の機能もね、搭載をしています。24時間の心拍数モニタリングですね。あと、睡眠時間を測ったり、あと、座りすぎだとね、よくアラートが出たりするものありますけど、それにもね、対応しています。あとはね、健康チェックのモード以外に、こういったね、スポーツ、運動なんかをね、計測するものもありますけれども、ランニングですね、ウォーキング、あと屋内のランニング、屋内のウォーキング、ハイキングとかですね。全部で、1、2、3、4、5、6、7、8、9個。これ書いてありますね。9スポーツモードということで、まあ、9個のね、運動を計測できるというものになっています。まあね、タフネススマートフォンをね、販売しているブラックビューらしいね、IP68 の防水に対応しています。まあこれね、IP68 ということなので、完全な水没状態も OK ですので、ね、普通ね、よくシャワーがかかっても大丈夫とか、ちょっと水がかかっても大丈夫ですよっていう防水の、まあ、スマートウォッチって結構ありますけれども、これは IP68 なんで完全に水没ですね。水の中に沈んでも大丈夫という防水になってますので、この辺はですね、やはりね、ブラックビューらしいね、仕様になっています。あとはマルチ言語に対応しているということなので、一応これね、日本人ということでね、日本語にも対応しているようです。はい。で、こちらのですね、X5 の方は、まだ発売日がね、ちょっとここに出てないし、BV6600 のはね、アリエクスプレスの方に一応販売ページがもうすでにできているんですが、ちょっとね、価格がわからないので、まあ、それでもね、まあ、スマートウォッチって今安いんで、まあまあ、数千円のね、ものだとは思いますけれども、まあ一応こちらもね、新しく発表になっています。あとね、まあ余談なんですけど、この X5 のね、プロモーションビデオっていうのがあって、まだこれもしかしたら公開されてないかもしれませんけれども、まあブラックビューのね、公式のページでおそらくそのうち公開されると思いますけど、なかなかおしゃれでね、かっこいいね、プロモーションビデオなので、もしこれ公開されたらね、ぜひ見てください。今回ですね、ブラックビューの新しいね、タフネススマートフォン BV6600 と同時にね、発表されました新しいタフネススマートウォッチって言っていいんですかね、スマートウォッチ X5 をね、紹介させていただきました。2月の22日からプレミアセールということで、まあ1万円台でね、購入できるということになります。で、販売先の方はですね、動画説明欄の方にプロモーションページのね、リンクを貼っておきますので、そちらの方で興味があったら確認してください。あと、プレゼント企画もね、そのリンクの方から行きますので、そこもね、確認をしてください。はい、今回は以上です。